皆さんどうもこんにちは。スティーリバーグチャンネルです。はい、ということでですね、今回はスティーリバーグコンポストに、今回はですね、久しぶりに開封動画やってみたいと思います。なんと富士屋さんで検証が前だったんですけど、応募したらなんかダブルチャンスの富士屋のお菓子詰め合わせっていうのが当たりました。イエーイ。はい、ということでこれ開封していきたいと思いますんで、まあ短い動画なんですけれども、ご視聴よろしくお願いします。じゃあ開けてきます。はい、ということでここテープ切りましたんで、はい、赤ちゃんお姉ちゃん開けてください。せーの、オープン。おお、なんだこれは。じゃあ一個ずつ教えて。まだまだ、いいよ、それは後で見よう。はい、じゃあお菓子の紹介。ミルクの。ミルキーだね、まず。はい。ミルキー。あとこれ。カントリーマーム。あとは。ポッパイ。この3個が入ってましたね。ミルキー好きだもんね、赤ちゃん。カントリーマームはめっちゃうまだよね。ホームパイもたまに食べると美味しい。まあ、ただでゲットしました。はい、開封したらこんな感じでした。で、ご当選のお知らせ、こちらも入ってましたね。で、こんな感じですね。ご当選おめでとうございます。厳正なる抽選の結果、あなた様がご当選されましたので商品をお届けいたします。こんな感じでメッセージカード、チラシ、冊子みたいなのも入ってました。かわいいね、ペコちゃんね。うん、かわいい。好き、ペコちゃん。大好き。嬉しいね、当たって。あとここにも。たまにはこんな短い動画もちょろっと出してきますね。自然と遊ぶをコンセプトに動画作ってるけどね。はい、うん、でもたまに福袋を開封とか、こういう検証で当たったものも隙間に、まあ箸休め的に出しますんで、もしよろしかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、美味しかったでした。はい、どうもご視聴ありがとうございました。お家に帰ったので、いっぱいキノコ探したり、こういう風なのも開けるのも楽しいよね。うん、ミルミーもね。ミルミーもね。あとここもね。カントリーマンもね。じゃあバイバイしてあげて。バイバーイ。